平野の仕様、ゆるっとふわっと、写真の大量投稿にフォロワー喚起、その魅力と、飛べ、への合流の舞台裏。日本のエンターテイメント業界では、タレントの魅力を最大限に引き立て、ファンとのつながりを深めるために、SNS プラットフォームが重要な役割を果たしています。 その中でも、インスタグラム、インスタグラムは、有名人たちが日常生活やプロフェッショナルな瞬間を共有する場として広く利用されています。そんな中、元 k、k n g p ピン s メンバーで、現在、トベの一員である滝沢秀明さんが代表を務める事務所、トベへの合流を発表したタレント、 平野紫仕様26がインスタグラムを通じてファンとのコミュニケーションを図りつつ新たな一歩を踏み出しています。2023年10月10日、平野紫仕様は2日ぶりに自身のインスタグラムアカウントを更新し、フォロワーたちに新たな写真を提供しました。この投稿は平野紫仕様の魅力を余すことなく表現したもので、彼のフォロワーたちは大いに歓喜しました。 この記事では、平野紫仕様の最新のインスタグラム投稿と、彼の魅力について詳しく探求し、さらに、飛べ、への合流についても触れていきます。平野紫仕様の最新インスタグラム投稿。平野紫仕様の最新のインスタグラム投稿は、フォロワーたちを楽しませるために工夫されたものでした。投稿は、平野紫仕様が茶色のリラックスチェアに座って、 自身の魅力を余すことなく表現した写真5枚から成り立っています。これについて彼のフォロワーたちからは多くのいいねとコメントが寄せられました。投稿された写真の中で平野潮は白のシャツに紺のセーター、同色のパンツというカジュアルなファッションを身にまとっています。このカジュアルなスタイルは彼の自然体の魅力を引き立てています。 さらに、白い小さな椅子に持たれる姿や、ビルの屋上で日差しを浴びるショットなど、バリエーション豊かな写真が投稿されました。これにより、彼の多彩な魅力が伝わるとともに、ファンたちは彼の日常の一部を垣間見ることができました。インスタグラムのコメント欄には、1時間で35万を超える、いいね。がつきファンたちは熱狂的な歓声を上げています。 コメント欄には、ほんと毎日会えている気がしてます。塩く君ありがとう、ワンコ系でかわいい、ゆるふわって、紫陽君のためにやる言葉みたい、無造作部屋みたいな何にでも染まっちゃう、天才だね、今日もロエベだね、似合ってる、トロンとした目つきもすごく好き、といったコメントが並びました。 これらのコメントから、ヒラの仕様のファンたちは彼の魅力に魅了され、そのファン心の深さを示しています。ヒラの仕様の魅力。ヒラの仕様がファンから愛されている理由は様々ですが、その魅力の一部を以下で探ってみましょう。自然体の魅力。ヒラの仕様は常に自然体で、プライベートからプロフェッショナルな瞬間まで、その魅力を失わずに振る舞います。 彼の写真やパフォーマンスからは、彼が偽りのない自分でいることが伝わり、多くのファンに共感されています。可愛らしい外見、平野潮は、その愛くるしい外見によって多くの人の心を掴んでいます。特に、ふんわり前髪ヘアや愛らしい笑顔は、彼の魅力の一部となっており、多くのファンが彼の外見に魅了されています。ファッションセンス、平野潮は、 そのファッションセンスにも注目されています。彼のカジュアルなスタイルから洗練されたスーツ姿まで幅広いファッションを披露し多くのファッション愛好者から指示を受けています。彼のファッションはその日の気分やシーンに合わせて変化しファッション愛好者には常に新しいインスピレーションを提供しています。多彩なエンターテイナー、平野耀は 俳優、歌手、ダンサーなど、エンターテイメントの多くの側面で活躍しています。彼の多彩な才能は、幅広いファン層を魅了し、そのキャリアをさらに輝かせています。また、彼の音楽活動においても、ソロアーキストとして成功を収めており、その音楽に魅了されるファンも多いです。コミュニケーション力、平野仕様は SNS プラットフォームを活用して、 ファンとのコミュニケーションを大切にしています。彼は自身のインスタグラムや他の SNS で日常の出来事や思いをファンと共有し、ファンからのメッセージにも積極的に応えています。このコミュニケーション力はファンとの絆を深める上で重要な要素となっています。飛べへの合流。平野紫洋が飛べに合流するという発表は、 彼のキャリアにおいて重要な出来事でした。この事務所は滝沢秀明さんを代表に用し、日本国内外で活動する多くの有名タレントを抱える一大エンターテイメントプロダクションです。この合流について平野耀はファンに対して感謝の気持ちと今後の抱負を述べました。彼は新たな一歩を踏み出すことになりました。これからも全力で頑張ります。 とコメントし、今後の活動に向けて意気込んでいます。とべ、への合流は、平野紫仕様のキャリアにおいて新たな挑戦を意味し、さらなる成長を期待されています。滝沢秀明さんが代表を務める事務所での活動は、彼のエンターテインメントキャリアにおいて新たな可能性を切り開くことでしょう。平野紫仕様は、その魅力的な外見、 多彩なエンターテイナーとしての才能、自然体の魅力、ファッションセンス、そしてファンとのコミュニケーション力によって多くのファンから愛されています。彼のインスタグラムの投稿はその魅力を余すことなく表現し、フォロワーたちに楽しい瞬間を提供しています。また、彼が飛べへの合流を発表したことは、彼のキャリアにおける新たなステップとなり、 今後の活動に期待が寄せられています。滝沢秀明さんが代表を務める、とべ、での活動によって、彼のエンターテインメントキャリアは一層輝かしいものとなるでしょう。最後に、平野紫仕様のファンは、彼の魅力に引き込まれ、彼のこれからの活動に期待を寄せています。その魅力的な笑顔と多彩な才能によって、 彼はエンターテイメント業界で輝き続けることでしょう。